どうも、マキロンです。今回なんです。もう今回ね、日曜日の魚市場にやってきました。そしてね、今回は大船も出てくれたみたいなので、今回も面白い魚がおることを祈って、楽しく市場巡りしていきたいと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高に楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では、日本一魚市場に特化するかアップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録、よしよしです。それでは今日も楽しみいただきましょう。赤いから、そうですね、イカ多いですもんね。やっぱ小さい方がうまいですかね。今日は今日はね、なんか昨日の動画でそう、なんかおすすめあります今日。ないない、はい、ちょっと教えてくださいよ、なんかいいのがあったら。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。でかい黒むきやの。今日はちょっとあのコストコのお土産持ってきました。はい。ここら辺じゃ、切り物の金メダル、安いのは切り物だったら。はい。今やっとみたいなのがなんかあったの。ああ、あれ珍しかったっす、ね。じゃあこれでちょっとさ。
ここが吸盤だもん。本当に吸盤くっつくんですか？結構めちゃくちゃくっつくよ。これ今締めちゃったらもう分かんないけど、前田ただいまということで、今回もたくさんの方お声掛け本当にあらす。そして今回はね、なかなか魚は少なかったんですが、その中でも釣り物の金目鯛がめちゃめちゃ安く販売してました。あとはね、少しサイズは小さいんですが、池のマダコも結構たくさん販売してたので、マダコを狙うなら今がチャンスです。なのでね、ぜひ皆さんも今の時期安いタコを買って、たこ焼きやタコからやってみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。これからもマキロンチャンネル1万人目指して頑張りますので、まだチャンネル登録しないよって方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録よしよしよし。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。